皆様こんにちは、長澤ペンスタイルデーの竹中です。今日はね、トノリムさんの企画で久しぶりに例のあれをやりますよね。ちょっとね、リクエスト来るまで待ちましょう。あ、こんにちは、あー、テッタさん、あ、来た。こんにちは、皆さんありがとうございます。あ、すごい、こんにちは。あ、こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。すごい、めっちゃ可愛い、可愛いものが書かれている。これは山田さんですね。そうです、はい。私が書かせていただきました。素敵。今日も進行、お願いします。いつも通りですね。はい、山田さん、いつもの進行お願いします。はい、本当にお願いします。いやー、ありがとうございます。では、はい、ですね、うん、アスクソーク2021か、スプリングゴールデンウィークですね。はい、はい、まあ、なんかね、いろいろ他の曜日の時に、うん、なんか新たな資格が、現れたんで、そう、その方もね、はい、そのうちちょっとお招きしたいなと思うんですけれども、うんうん、はい、今回はですね、はい、うちの四つ葉商会清水店と、長澤ペンスタイル店の竹中さんとですね、一緒に1時間お絵かきしていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。店長ファイト、ありがとう、ゆずさん。なんか今日緊張してるんだよ、なんか。なんでですか？なんだろう。どうしようってなんかもう何書いていいか分かんないと思ってあ、それはあれですよ、山田さんがうまいことしてくださるんで大丈夫もうダメですよ、何でもかんでも任せちゃダメですよ、私期待大ですさてで、はい、今回はですね、うん、静岡竹中地球外生命体というものでね、前回やらせていただいたときに、はいはい、ぜひやりましょうよって、ね、うん、お話にあったところをやらせていただくこととなりますので、うん、皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、また皆さんのコメントでですね、何を書いてほしいっていうようなものをいただいて、うん、私たちが店長と竹中さんが書いていただくような形になるんですけれども、うん、いつも通りですね、スタートは私から、お題を出させていただこうと思います。はい。はい、一番最初のお題ですね、こちら、まあ、地球外生命体といったらっていうところですよね。グレイですね。グレイ。はい。そこをお願いしたいなと思います。一番、あれですよね、ベースのシンプルなやつですよね。うん、あ、そうです、そうです。シンプル。一番シンプルな。はい。そうそうですね。でも、これって書きようないよね。ちょっと待って。いや、書きましょうか。そうですよね。でも店長が書くと動物もなんかエイリアンっぽくなるんで、なんかそう思うとエイリアンはまた新しい何かにこう進化したんですかね。竹中さん、一体何を言ってるんですか？え店長の書くは何？地球外生命体、一体どういうことですか？いや、ほら、前の配信の時に店長、ほら、動物ね、一応実在する生き物を描くっていう配信だったのに、なんか見たことないやついっぱい、ほら、踏み出して。そう、足の裏とかめちゃ笑いましたよ。そう、足の裏、ね。本当、竹中さん、ありがとうございました。ちょっと笑いすぎて。竹中さんがほんまに帰って、うん。返事できないぐらい笑ってました。よし、じゃあ描きます。じゃあ、はい。グレイの方をお願いします。で、そう、地球外生命体ってなかなか難しいじゃないですか。うん、なので、まあちょっと幅を広げて、未確認生物、まあ、俗にユーマですね。そこも、ありにしようかなと思うので、皆さんコメントの方で何書いてほしいよっていうのがありましたら、お願いいたします。すでに下半分になんか怖いのが生まれてます。もう虚無ってるとかめっちゃ言われてますよね。コメントの方で。え、ちょっと待って。なんでそのなんかそのスピンオフみたいなの書くの何なんですか？それなんですか？連れ去られた宇宙。
え、連れ去られた宇宙人ですよね、これ。あれ？グレイって連れ去られてないっけ？そう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 。まあ、ありますね。はい、有名なのが。手長って。ねえ、そう、うちの店長の基本的に目がやばいので、気をつけて。あ、はい。かわいい。え、かわいいかな。かわいいじゃん。いや、こんなんですよ。え、グレーはこっちの方がグレーじゃないですか？いや、なんかもっと顎尖ってるんですよ、多分ね。頭でかいですよね。頭かなり大きいですね、はい。あ、と、なんですか、おでこが広いというか、そうそう、こういう上の部分すごい長いイメージありますね。こういう、だから、これも結構だから足の裏系の顔のやつです。でも、なんか、ナンみたいじゃないですか。ナンみたい確かにナンっぽいですね。え、顎が尖ってる。こうか。逆三角形ってことですね。なんか目がやばいっすね。あー。でも目が、これやったらこういう人いますよ。だって普通に。こういう人いたら怖くないですか？こういう人います、でもたまに。いや僕見たことないです、こんな人。見たことないですよ。いや、関西は結構いますね。いや、それ大丈夫ですか？あ、竹中さんの方の人ってこと？僕はそんな人いないと思うな。ちょっとなんか書き出してる。いや、ネクタイしてる、FBI っぽいから。そう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 。こんな人いますっていうか、え、どっち、こっちがいるってことですか？そっちがいます。そっち、あ、体はあれですけど、顔は結構いますね。こんな人います？います、います。ほらほら、コメントいるって聞いてるじゃないですか。本当だ。嘘だ。こんな 6P チーズみたいな顔の人いないっすよ。6P チーズ。嘘だよ、絶対。3人ともユーマとか言われてますよ。ほう？はぁって、そんな感じの。はい。あ、もう怖くて関西行けないとか言われちゃってます。いや、来てください、やるなぁ。なぁ、おいしい。ほら、なんだなでもほら、目は、でもあれですよ、竹中さん。黒く塗りつぶさないと。え、そうなんですか？それ、ちょっとあんまり近づけるのやめてもらっていいですか？あ、でもこっちだったらいいんですよね。怖い。あ、まあ、そっちはまあいるんでね。そっちはまあいるから。こっちはいるからね。こっちはいるからね。あ、なんか見たことある顔やなっていう感じです。あ、そっち怖い。店長、それ。塗りつぶしてもらわないと。え、塗りつぶしてるじゃん。塗りつぶさないとダメなんですか？そうなんですね。塗りつぶすなら塗りつぶさないと。ああ、本当は塗りつぶしたら一気にグレー感出ましたよ。そうそう。いいかも。うん、うん。あ、塗りつぶした。あ、そっか。ちゃんと塗りつぶせば。いや、ちょっと待って。ちょっと竹中さん、これ、大丈夫？寝てない？これ、なんかあれですよね。こういう人いますよね。竹中さん、人のことどうやって見えてるんですか？ちょっと心配になってきました、僕。いや、いるんですよ。関西にはいるんですよ。本当ですか？関西に、本当ですか？そんなナンみたいな人いるんですか？います。本当に怖いっす、それ。ナン美味しいよって言ってます。かわいい。ナン美味しいよ、いいな。ナン美味しいよ、いいな。いやな、じゃあ書くんすか、それを。あ、6P チーズ、自己紹介して。関西にはいらっしゃるんですよね。そう、関西にいらっしゃるんですね。うん、怖いなぁ。そっか。そっか。これ大丈夫今日。俺不安になってきましたよ。ちょっとね、うん、そう、不安になってきましたけども、はい、じゃあ次行きましょうか。はい。はい、案件的に大丈夫絵描くなら大丈夫でしょ。絵描くなら大丈夫。大丈夫でしょ。とある映画に出てくるキャラクターですね。ほうほうほう。多分、ヨーダをお願いしますと。あー。ヨーダ。あの緑のあれですね。うちの緑のそうです。はい。じゃあはいとか言っちゃったじゃないですか。いや、そんなことない。ヨーダ。そうです。耳生えてましたっけ？耳尖ってましたよね。
シワシワなのは覚えてるんですけどね。そう、すごいシワシワですね。書いてみよう。さて、どうかな、どうかな。いや、もうそう、やばい香りしかしないですよね。ヨーダ。あ、ラクダとヨーダって似てるよねって。まつげ生えてるってこと？違う。なんでそこ一緒になるんですか？ローブ着てましたよね。そうです。キャンディーとか言ってた。あのフォースを信じてもらって。あれ、このライブは何だろう。あの、初見の方、ごめんなさいね、こういうラかわいい。え、あ、もうかけてる。あ、え、かわいいじゃないなんかでも、あ、そうか、耳そんなんでしたっけ。え、ヨーダ、耳じゃないです。それなんか、あれ、魚2匹がこう、向かわず合体したんかって言ってるんですけど。違いますよ。ぶつかった瞬間ですか？え、これ耳、6かけばいいのか。耳じゃない、耳って誰ですか？あ、すごい、でも可愛い。え、もっとヨボヨボしてなくないですか？あ、そうか、猫ちゃんみたい。え、店長みたいな感じの耳なんですかね。あ、え？あ、ほら、ほうれい線描いたら一気にヨーダ。ああ、いいかも。僕の方が今回ヨーダ感あると思う。耳の中の描き方めっちゃあれですね。イニシエの描き方ですね。イニシエの描き方。イニシエの耳の描き方。6。イニシエって、そうっすか？え、あと店長、でも店長さっきなんかローブつけてるって言ってたのに、ローブつけてないじゃないですか。え、ローブってこういうんじゃないでしたっけ。それ体じゃなくてですか。え、それいつもの体じゃないですか。これ違う、これあの体は中にあるんですよ。体は中にあるってどういうことですか。いや待って、あ、それ気膨れしてるんですね。そうだ。こういう感じ。あー、なるほど、うん。え、マントのやつじゃないんですか。マントみたいなやつ。え、でもなんか全体隠れてませんでしたっけ。え、そうでしたっけ。あ、確かに裸じゃなかったような気しますね。そう、あ、中今あれ写真見せてもらったら中、あ、でも中にも服着てる。耳を改良した。ちょっと可愛い、なんか餃子みたいになってる。え、可愛い。え、そ、可愛いの。あ、おでこか。そう、おでこっすね。竹中さんのマジかわいい。かわいい。え、それ、本当にかわいいっすね。え、それ、かわいいの。それ、ヨーダじゃないもんな。なんか、それ、鼻伸ばしたら、ゾウみたいっす。いや、ゾウじゃないです、ヨーダです。え、でも、鼻つけたらゾウっすよ、それ。いや、鼻つけないです。猫とゾウ描いてるみたい。猫とゾウ、ヨーダとヨーダです。でもその竹中さんのようではごめんなさい、あの多分勝てない。これ僕の勝ちですよね。このヨーダ、このヨーダは僕勝ったと思う。いや、ヨーダ、そうですね、ヨーダやっぱり店長圧勝ですね、うん、ちょっと負けましたね、これは悔しい。やった、なんか初めて勝った気がする、なんかちゃんと。ちゃんと素直に竹中さんも認めてくれた勝ち、初めてかもしれない。これはちょっと。やった、かわいいですよ、かわいい感じですよ。あ、もうかわいいわ、竹中さん。いや僕のもかわいくないですか。よーく見てください。いや、よく見れば見るほどかわいです。いやいや、かわいさはなかなかありますよ、この垂れ目な感じ。ちょっとあんまり近づけないでください。なるべく遠いところに。ちなみに中全裸みたいになってるけど。そう、ほんとに。ヨーダって、ヨーダか。ヨーダも地球外生命体か。あれ、日本人じゃない。日本人じゃない。日本人じゃない。日本人ではない。ヨーダは関西にもいらっしゃらないですか。
あ、ヨーダはね、うちのお店にいます、一人。それ、あの、我々反応しづらいな、なんだか。どうなんですかって言いづらくなっちゃった、今。お店に一人います、ヨーダ。さて、じゃあ、次行きましょうか。はい、次行きましょうか。はい、次ですね。また、次これはあれどうなんだろうなって思うんですけど。うん。チュパカブラ。チュパカブラ、南米のあれでしたよね。え、犬みたいなやつですよね。あれ犬って言うんですか、あれ。でも二足歩行じゃなかったでしたっけ。そう、二足歩行の。なんか、そう、なんか二足歩行のトカゲっていうか、なんていうか。毛が生えたカッパですよね。え、ますます混乱してきた。チュパカブラ。なんかちょっと毛がチクチク生えてるやつですかね。そうそうです、そうです。あ、やっぱほら毛が生えたカッパだ。いや、犬じゃないって言われてる。ないか。耳がないんか。あ、お題難しすぎますか。そうですかね。これでもコメントにあったところですよ。なんか木が生えてますよね。木は、そうです、そうです。生えてそうな感じですね。葉っぱに毛が生えたやつやと思って書きます、じゃあ。あ、耳ないんだっけ？あ、書いちゃった。まあいいや。で、爪が長いんですよね。爪長い。あ、やばいかも。皆さんにじゃあ先に一応まあ、あの、イメージですね。こう、こんな感じですね。どうでしょう。私が店長にお見せした画像はこんな感じでした。たまごっちが。あ、てか、かわいい。え、お、カッパだ。あ、毛が生えたカッパ。うん。確かに。え、正解、すごい。正解は、山田さん、正解見せてください。私今さっき見せたのが、こう、これでございます。あ、ああ、もう、100点じゃあ。え、すごい。なんか、竹中さんすげえそっくりですね、うん、それ。近いですね。え、すごい。なんで俺見たのにこうなっちゃったんだろう。いや、あの、爪のつき方めっちゃ怖ないですか。うわ、やばいね。いや、かっこいい。え、その牙とかめっちゃかっこいいじゃないですか。でしょ？うん、めっちゃかっこいいです。いいでなんか、そのチュパカブラ、めっちゃかっこいいです。店長、それはホッチキスですか？口のところは。ホッチキスみたいになってますよ。どうしたらホッチキスになるんですか、これ。これは閉じれるんですか？これ閉じれない、閉じれない。閉じれるんですか、パチンって。いやいや、パチンできない。これでも、この爪、僕の爪の方がでも怖そうじゃないですか。強そう。いや、それだって、生える方向おかしいないですか？それ、そうそう、それ私も思いました。生える方向絶対おかしいと思って。生える方向ってどういうこと？だってこれ今でから、あ、シザーハンズか。シザーハンズに強い。そう、なんか後で付け足す、後で。いや、その牙かっこいいと思って。え、同じ牙じゃないですか。その牙でもどっから生えるんですか。そうですよ。向き。いや、でもその牙本当かっこいいんですよ。なんか憧れた。憧れた。ちょっと待ってください。褒め方独特ですね。憧れた牙ってすごい、その牙ほんとかっこいいです。憧れます。僕もそういう牙かけるようになりたい。じゃあ頑張ってください、はい、投げ捨てられた。そうですね。はい、さてじゃあ次行きましょうか、はい、次ですね、はい、まあ、地球外生命体で言ったらってところを2つ言っとこうかなと思うので、はい、うん、エイリアンですね。おお、エイリアン。これは好きやから。得意なところじゃないですか。これは大丈夫ですよ。これもいけますよね。エイリアンはね、さっき僕予習してきましたから。え、強い。そう。頭が長いんですよね。頭長いですね。そう、そうですね。はい。あ、間違えた。次のインクに憧れの牙。そうですね、まあ、ね、皆さん映画とかでも見たことあるかなっていう、あのエイリアンですね。
それ本当に予習してきました？え、この顔の形とか抜群じゃない？尻尾は？尻尾？尻尾ありますよ。イエーイ。え、二足歩行じゃないんですか？あれ？あの四足の時もあるので、四足の時のバージョンです。え、そんなことあるんだ。ね、やばい、予習不足だった。思ってたより可愛いのが出てきた。もっとおどろおどろしいの出てくるのかな。そう、なんかすごいプリプリしてる感じがしていいっすね。可愛いですね。俺もそれつけよう。結構テカテカしてるんですよね。へぇ、あ、そうですね、はい、割とテカテカですね。しっぽ知った。ちょっとしっぽ、しっぽ知らなかった。しっぽ、可愛すぎる。全然怖くないですよ、このエリア。めっちゃええやつっぽいです。これ僕のやつじゃなくて、はい、僕のやつですか？はい。え、めっちゃ可愛い。え、でも口から口が出てるんですよ。口から口は出てますね。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。でも他が、尻尾がやっぱり可愛すぎますね。尻尾のサイズ感やばいですね。え、尻尾ない、そんなでかい？ちょっと、あ、長いんだ。そう、でかい、でかい。いや、なんかもう、猫ちゃんみたいになってる。これで大丈夫ですか？尻尾の長さ。そう、そうですね。こう詰まっちゃってんじゃないですか。でもなんか、エイリアン、ちゃんとエイリアンかけてません？確かに、口のらへんは100点やと思います。ああ、ほらほら、100点いただきました。はい、口のあたりは、口のあたりはです。これ100点だって。口の背景ね。そこいいです。で、これでもこのプリプリ感いいですね。プリプリ感ね。うん、猫ちゃんに謝っててコメント見てる。ここだけです。尻尾。尻尾がね。尻尾がね、猫ちゃんみたいな。ああ、尻尾がね。そう、尻尾が。でも二足歩行の猫ちゃんいないから。うん、足が、足も可愛いですね。ちょっとなんか、ムニムニしてる。ムニムニ、いやいや、ムニムニ感今日の竹中さんの方がありますよ。プリプリしてて。あ、本当ですか、これ。うん、うん、なんかプリプリしてて美味しそう。美味しそう、美味しそう。美味しそうじゃないですか、なんかプリンってしてて。美味しそう。いや、それはチパカブラは美味しくないけど、めっちゃかっこいい牙。牙。牙美味しいですね。いや、その牙マジかっこいいです。もう今日憧れました、本当に。じゃあ牙送ります。普通にコメントに困るって来てます。あ、皆さんすいません、エイリアンです。エイリアンって書いておこう。そう、あの、こんな感じのが続くので皆さん楽しんでいってください。はい、はい。で、次ですね、まあエイリアンと来たら、まあ、はい、もうね、うん、次来るのは決まってるでしょうっていうところなんで、はい、プレデターですね、お願いします。これ僕今日、うん、マスク外したバージョンですか？あ、どっちにします？何、マスク外したバージョンって？あの、牙がこう出てるやつ。あ、僕あの口パッカーしたやつしか見てない今日。あ、じゃあ外した方で。はい、あの1の時にって笑って、あの、自爆するのがバレるっていう、あの、プレデターですね。ん？そう。エイリアン。関西人かな。このエイリアンなら私でも倒せるなって、ラブさんが。いけますね、確かに。やれると思います。そうですね、牙はすごい特徴的ですね。なんかもうウーパールーパーとか来てますけど。大丈夫です。どっからどう、何を見たらウーパールーパーになるのか。ほら、これは結構特徴を捉えてる感があると思いますよ。捉えてますか？なんでちょっと可愛いのって。もう店長早い。そう、エイリアンは本当そうですね、うん、ペット味がありますね、うん、頭の上にカニが乗ってるって。犬の頭にカニが乗ってる。口が控えめ。こんな口で控えめって。もう、いやいや、まあまあ、実際も
もっともっと。あ、もっと。がっつり。うわ、ほんとだ。がっつり。怖っ。お、甘びえてはない。イソギンチャクかぶってるとか言いました。あ、竹中さんも。あ、あれ、剣持ってるの？あ、なんかプレデターってあれですよね。あの、戦うから、いろいろ武器持ってません？へえ、そうなんだ。え、でも、僕、プレデター予習してきたら、頭がなんかカッパみたいだったんですよ。あ、そうなんですか。頭、ハゲてる？ハゲて、周りにあのドレッドヘアみたいになってた。そう、ドレッドヘアのイメージはありました。そう、だから、こんな感じじゃないですか？じゃあ、追加しました、ここに。カチューシャ。それ、あの、カチューシャしてる感じになってますけど。カチューシャじゃないです。あの前髪降りてけへんように止めてるわけじゃないんですね。ちょっと伸びてきちゃったからね。そうそうそう、ドレッドヘアをカチューシャで後ろに上げてるみたいになってますけど。違うんです、違うんです。あの戦うときに邪魔やからカチューシャで上げてるわけじゃないです。すごいドラクエ感あるっすね、それ。あ、そうですか。これ、うん、あの違います。プレデターです。プレデター感、僕の方があると思うな。あ、でも僕の方が怖いよ。うん、口が確かに。え、で、プレデターってめっちゃでかいじゃないですか。店長のこの感じ見ると、頭身的に顔だけで70センチぐらいありそうなんですよ。え、プレデターそんなでかいんだ。プレデターめっちゃでかい。プレデターでかいですよ。2メートルぐらいは普通に超えますね。これ、規律おかしくなりますよ。え、そうすると、ここで2メーター。2メーター。あ、ほんとだ。半分ちょい。70センチ以上。うん。1メーター20センチぐらいかもしれない。1メーター20センチぐらいある。顔の圧がすごい。そりゃみんな怖いわ。恐怖だわ。これは確かに、うん、確かに、まあ、プロで、なんか、プレデターってかけてないし。プロレダー。だねー。そっか、難しいな。やっぱ、地球外生命体って難しいですね。でもまあ、うん、でもこういうのもいるかもしれないですよ。店長みたいな顔がでかい。あ、ちょっとあんまり近づけないでくださいね。あんまり近づけるのはやめてくださいね。いや、このかっこ、ほら、エイリアンもいるしね。あ、うん、エイリアンかわいいです。エイリアンかわいいですよね、今日。エイリアンの本当に顔と尻尾だけはかわいいです。猫。猫。でも僕は、あれですよ、あの、チパカプラのあの歯が、もう、あ、牙、歯じゃない、牙。あの牙、憧れ。それ言うじゃないですか。憧れの牙。マジでかっこいいっすよ、この牙。なんでこんなかっこいいんだろう。あ、牙だけ？牙だけじゃ何が何だか分かんなくなりそう。つけといてください、ここに自分の。あ、やった、つけれるやつなんだ。やった、嬉しいな。はい、はい、はい。まあ、エイリアンとプレデターやったので、うん、その二つが合わさったの見たいなっていうので。いいです言ってもいいです。プレデリアン。怖い怖い。プレデリアン言ってもいいです。プレデリアン、プレデリアン言ってます？あ、エイリアン VS プレデターっていう映画があるんですけれども。うんうん、見ました。そこで、プレデターのお腹から生まれたエイリアンですね。それが2で成長して、生態になるんですけれども、ちょっと待って、何を言ってるかがわからないんだけど。え、そう、プレデリアンっていうのがいるんですよ。プロレーダーじゃなくて。あー、わかった。なんかあのあれですよね。本当エイリアンと、エイリアン寄りのやつですよね。あ、そうです、そうです。結構エイリアン寄りですね。ただあの口元なんかはプレデターの。口がプレデター。髪のドレッドヘアありますっけ？ドレッドヘアありますよ。ドレッドヘアある。よし、そうです、プレデリアン。あ、皆さんあんまり知らないのかな。何を言ってるのかわからんって言われてる。あれ。あ、そうです、そうです。あの、そう、予習が必要でしたね、これ。ごめんなさい、ちょっとあのコアなとこ行き過ぎた。そうそう、エイリアン VS プレデターっていうね、作品が1と2とあるんですけれども、その作中に出てくる子ですね。ちょっと検索してくださいぜひ。ズッキーニって言っていいでしょ。
尻尾ありますか？うわ、やば。尻尾あります。あのエイリアンと同じ尻尾がついてますよ。会話の途中にやばつけなくて大丈夫ですよ。すいません、あのちょっと画面見た瞬間にあまりの衝撃に。似てる似てないではなく普通にブサイク。シンプルに悪口。あ、ドレッドヘアあるんだっけ？ドレッドヘアあります。え、どこにあるの？なんで後ろに生やしちゃった？いいです、いいです。こういうこと？あの、よもうそれなんかよくわかんないじゃないですか、奥行きとかいろいろ。短いないですか、ドレッド。ドレッド、あの、隠れてるんですよ、後ろから出てるから。ああ、なるほど、なるほど。そうそうそう。顔にね。ああ、でもなんか可愛い。あ、そういう感じ？なんか、その体のトカゲ感たまんないですね。いいでしょ。そのポーズ、そのポーズ可愛いですね。これちょっとあの、髪が足が入りきらんかったんで、ちょっとこのようなポーズに。そのポーズ可愛い、なんか。ちょっとバランスミスりました。そう、僕もバランスミスったんですよね。うん。でもこれと、はい。これの子供感ありません？これと、ああ、そうですね。竹中さんは、ほら、世界観が。でも僕もこれと、はい。これの、子供感、はい、全部怖い。もう一回やります。これと、はい、お母さん、お父さん、はいはい、息子で、これ家庭はこれも顔だけで1メートル20センチぐらいあります。これ顔だけで、そうですね、2メーターだったら1メーター1メーターになるかもしれないけど、あ、DNA を引き継いでる感じがします。綺麗に掃除 できそうな道具みたいって言われてます。モップじゃないです。ハンディモップ。ハンディモップじゃない。モップじゃない。山田さん、正解見せてほしいです、正解。正解がね、ちょっと待ってください。どうしようかな。プレデターの、そうか。おでこ感がなかったのか。どこだったら分かりやすいかなってところなんですけど。ドレッドか。こんな感じです。あ、めっちゃかっこいい。これがプレデリア。ポーズ結構私近いんじゃないですか。そう、ポーズ近いポーズ。うん、確かにすごいポーズ。近いかな。あー、ごまかせへんかった。そっか、これと、そっか、ちょっと四足歩行感出ちゃったな。あー、そうですね。そう、竹中さんに引っ張られちゃって。あー、やったりましたね。やったりましたね。あれ、牙がないな。あのかっこいい牙つけてほしかったな。いや、あれは、牙は、あ、そっか、チュパカブラか。あ、そうだ。あ、かっこいい。いや、でもそのチュパカブラ、マジでかっこいい、ほんとに。これだから、一番かっこいい。送りますから、これ。あの、パウチして送りますから。ここだけ、パウチ。ここだけ切り抜いてパウチして送りますね。ここだけ。え、そこだけ、すごいちっちゃい牙が生えそう、僕にから。すごいちっちゃい牙です。つけてください。いやでも、いやでも今日牙に憧れる日だわ。あ、まだ言うかって言われちゃった。さて、じゃあ次のところ行きましょうか。はいはい、次ですね、店長 の一番得意なところですね。お、はい、イエティをお願いします。書いたことないし。いえいえ、ね、よくうちの配信見てくださってる方はね、ご存知だと思うんですけど、店長めっちゃ得意なんですよ、イエティ。え、イエティはあのイエティを書けばいいのかな。いや、新しく書いていただいてもいいですよ。イエティ新作を。新作のイエティ書いていただいて。え、イエティってあの雪山にいるモフモフしたやつですよね。そうそうです、そうです。怖いやつですか？こう、あ、お任せしますよ。人間食べたりします？いい。え、僕のは食べちゃうやつ。食べちゃうやつ。僕食べちゃうやつ書いちゃった。なんかこれで合ってるんかな。尻尾あります？尻尾はないと思います。尻尾ない。本日も雪の音店三宮店にご来店いただき誠にありがとうございます。あ、近い。ご来店中の、あ、怖っ。お腹なんですか？え、筋肉。そこだけ毛育ててるんで。あ、そっか。
店長、お腹のとこだけ毛全部脱毛済みなんですか？じゃあ、ストレスで、ちょっと、円形脱毛症が。円形脱毛症、範囲でかすぎて怖い。すごいストレスがね。お腹のストレス、そう、腹痛が。あ、さんのやつ、かわいい。なんか、ピグモンみたいですね。ピグモンだ。そうか、ピグモンですね、これは。そう、あ、赤いっすもんね、それ多分。僕のやつ多分、白い。それ、なんかもう、白くても何色でも怖いです。手術後って。人に助けられてんじゃないですか、これ。でも、うん、あ、でも可愛い、そのピグモンも本当に。でもなんかもっと店長みたいに怖いやつの方がいいですね、うん、怖い感じで今日。そうですね、怖い選手権だったら僕の勝ちかもしれないです今日。全部今日チュパカブラだけ褒めてるけど今日めっちゃチュパカブラ褒めてくれるじゃないですか一押しですね店長。一押し、ほんと好き。これちょっとな、何を書くんですか？やつを。だるまですか？だるま会。じゃるまじゃないですよ。だるまですか？だるまですよね。だるまって。だるまじゃないです。怖いから。だるまじゃない。なんか違うね、これも。どうしたらいいんだろう。いや、まあ、そんなもんでしたよ、最初のやつも。これが最初に書いたゴリラです。いや、あ、何そのイエティ、かわいい。何その細いやつ。これ、ちょっと店長のやつ見習って、人を襲う風のイエティ。てか、なんかすげえ楽しそう、そいつ。ウェーイってしてる。すげえいいことあった。すげえウェーイってしてる。ウェーイじゃないですよ、ガオーなんですよ、ガオー。ガオー感、めっちゃイエーイしてますもん。牙生えてるし。そう、あれ、スカイダイビングしてる時みたいな感じ。いや、違います、飛び降りて。飛び降りてイエーイじゃないんです。飛び降りてイエーイしてるもん。いや、でも、かわいい。その細い方がかわいかった。細い方がかわいいです。こっちの方がイエティ味ありますかね。うん、イエティ味あります、そっちの方が。あ、それイエティです。これイエティ。店長のそれは何ティですか、それは。何ティ？新しいですね。これゴリラ。じゃゴリティ。いや、それゴリティです。違う、それゴリラじゃないです。それゴリラじゃないです。これゴリティ。あ、じゃあゴリラじゃないです。ゴリティでもないです。竹谷さん、見たことない？ゴリラ。見たことあります。ゴリラ好きです。見たことですよね、ほら。はい。あ、ですよね、じゃないです。あ、怖い。ゴリラ、かわいいよね。それもひっくり返したら、ちょっと足の裏っぽい形になりますよ。ほら。そうかな？そう？足の幅広い人の足の裏の形はそうです。そんなことない。ちゃ、今、イエティの話。そう、これが初めて店長がゴリラ描いた時にみんなから散々イエティだっつって。そう、でもまた描いたらやっぱ難しいですね。同じ絵ってやっぱ描けないですね。でもこうやって比べるとやっぱり右の方がイエティですね。これがイエティです。僕がイメージするイエティ、僕がイメージするゴリラ、うん、いやゴリラじゃないですこれが皆さんが愛してやまないゴリラ。ゴリラじゃないです。あ、はい。早い。心が折れそうだ、今。だるまです。だってじゃあ、次なんですけれども、はいはい、これ、前にやりましたっけ？土の子って。あ、土の子一回やりましたよね。やりましたね。じゃあごめんなさい。変えてネッシーにします。おー、ネッシー。ネッシーは、ネッシーか。湖から出てるところだけですか？出てくるところだけでもいいですし、全身が分かるなら全身を描いていただいても。でもネッシーめっちゃ簡単じゃないですか？テンション、それあれじゃないですか、何でしたっけ、水族館にいるやつ。ああ、ネッシー、ほら一緒じゃん。店長、それあれでしょ、チンアナゴでしょ。あ、そうそう、チンアナゴ。そう私もそれを言おうと思ってました。そうそうそうです、そうです。極太チンアナゴ。
極太チンアナゴ。違う違う。極太じゃない。あ、そうか、も下もあった方がいいんか。そう。そう、下もあった方が良かったですね。尻尾ありましたっけ？尻尾あるはず。ああ、そうですね。そう、あるはずです。これはもう、これしか書けないや。これはでも、誰が書いても上手に書けますよね。なんかすっげー垂れちゃってますけど、大丈夫ですか？足が。何がですか？液が垂れてますけど、なんか。垂れてないです。めっちゃ垂れ垂れじゃないですか、それ。垂れてないです。足です。足です。足かな？足です。足なんか今日の足、なんかやる気がない足してます。大丈夫。店長、そのネッシー下半分のやつって、それあの足、あのマニキュア塗るときに足の指こうギュッあれじゃないですか、あの指と指がくっつかないようにね。そうそう、ギュッと指が、これね、下言うな。いやいやいや、ネッシーはネッシーですよ。でもネッシーってよく考えたらあれか、泳いでるからヒレでしたよね、足。そうそう、そうです、そうです。あ、ヒレのはずですよ。ヒレだからこうだ。こうっすよ。こうこうこう。あ、こう？え、なんか違う？それ足になっちゃったじゃない。どうしちゃったんですか。ヒレですよ、ヒレ。あれ、ヒレ、あ、それか、そういう感じですか。そう。靴下履いてるんですか。靴下履いてないです。ヒレだけ色が違うかなって。大して変わらん。はい、こんな感じじゃないかなって思います。そう、山田さん毎回うますぎるの何なんですか。ほら、若干竹中さんもイラッとしますね。はい、すいません。イラッとしますよね。本当にめっちゃうまいじゃないですか。もう一回見せてください、山田さんのネッシー。はいはい、こうこんな感じです。え、めっちゃ可愛い。なるほど、多分そう書くんか。こんなんじゃないかなって思います。でも同じじゃない。足の先に生えたこれなんですか。足の先に、あ、こっち。そう。これヒレ。あ、ヒレなんですね。そういうことか。こう？ああ、そう、そういう感じです。あ、かわいい。すごい枯葉っぽいけど、かわいい。枯葉っぽいけど。かわいい。あ、その三段活用いいですね。進化の過程です。最初が液だれしすぎですもんね。できないしてないです。足です。次は、うん、次ですね。あ、どうしようかな。詰まってる。そうしたら、これ いけますかね。人面犬。あー、そんなんでも簡単ですよ。大丈夫です。簡単ですか。店長、いつもの犬飼えたら人面犬になるじゃないですか。おっと。おっと、待って、顔、じゃちょっと山田の顔で、じゃあ人面犬いきますよ。もう大変な未来しか見えないけど大丈夫かな。人面犬しか名鑑でかけてるんですね、ちゃんと。さあ、どうかな。皆さん、そう、店長得意じゃんって。得意じゃないです。得意ね。じゃあ山田さんバージョンにします、私も。はい、お願いします。なんで犬種生やしてるんですか。はい、わあ、耳か。あ、こう、かわいい。ありがとうございます。それに比べてですよ。え、ちょっと待ってください。店長、え、店長の目には山田さんはこう映ってるんですか。そう、そういうことですね。まあ、そっくりですよ。え、あの、牙に憧れすぎて山田さんに私に生やすっていう。いやって、あの牙かっこいいんだもん。この辺
なんですか、この辺。この辺。これ髪の毛です。髪の毛。山田さん、そんな髪型でしたっけ？私の記憶違いですか？いや、ごめんなさい。多分、竹中さんの記憶のままで合ってると思います。人面犬やから、顔、頭は別にあれじゃないですか、犬じゃないんですかね。あ、そうか。そういうことか。これもう完全に人ですからね。あ、そっかそっか。これだってちょっと根本を間違えました。これだってちょっと耳垂れて四足歩行してる山田さんになって前も。そうですね。四足歩行した山田、あ、そっかそっか。これは四足歩行した山田だ。四足歩行した山田さんでもないんですけど。四足歩行した山田さんでもないです。山田さんこんな髪型じゃないですよ。そっかそっか。四足歩行しちゃダメか。あ、していいのか。いや、ドラえもんや。ドラちゃんの口や。いや、山田さん、ちょっと待ってください。山田さん、鼻と口こんな風に繋がってるんですか？ちゃだから犬感出そうと思って。え、そっか、これじゃ犬になっちゃうのか。難しいな。ちょっと待ってください。普段描いてる犬描いたら大丈夫なんですって。そっか、普段描いてる犬描いたら大丈夫ですよ。で、メガネかけたらいいんですよ。普段描いてる犬描いて。ああ、そっかそっか。うん、ね、本当私ごめんなさい、別にフリー素材っていうわけではないですよ。ああ、でもこっちの方が。ちょっと山田さんっぽい。山田さんっぽい。これ山田っぽい。よかった。っぽいやつ出てきてよかった。よかった。少しぐらい近づけてよかった。ありがとうございます。何が違うのかなって。いえ、これよ。これよ、これ。これはちょっとね、山田さん怒っていいと思いますよ。でも山田の顔ってこんなもんですよ。そんなもんじゃない。前髪がこうか。いや、もうどんどんカチューシャしてるじゃないですか。山田さんにカチューシャつけるのやめてください。これ山田でも一番この中でじゃあどれが一番山田さんっぽいですか？でも最後に変えたやつですね、やっぱり。最後に変えたやつ。なんで困惑するんですか、変えた方に。いや、やっぱ一番これが山田。じゃ店長牙が気に入ってるだけでしょ。バレました。バレた。この牙やっぱかっこいいよな。牙補正がかかってるんですね。あの牙かっこよかったもん。憧れるわ。いや。ね、本当最初の破壊力よこれ。マジひどい。でいやでも可愛いじゃん。まあまあまあね。うん、あでもほらちゃんとね犬にどんどん犬になって。山田が犬になってくる進化。あ、ワンって言ってる。ワン言うてる。四足歩行の山田さんがワンって言うてる。じゃあ、ボンキー山田とか、絶対そいつ喋れますよね、普通に。僕、山田ワンって。かわいい山田ワン。山田ワンって。なんか、的に駿河湾地区でやめてください。いいじゃん、山田湾。山田湾。ねえ、本当に。これは怒ってもいい案件かな。いや、山さん、これは怒ってもいいやつですよ。あれじゃあ、後でちょっと怒っておきます。やめて。さて、ごめんなさい。はい、私の方がそろそろネタが尽きてきたんですけれども、はい、うん、お二人で何か書きたいのとかあったりします？今日これだけは外せねってやつあったらなんかお願いしたいんですけど、今ちょっと調べてて、私あれ書きたいです、うん、スターウォーズに出てくるチューバッカ、うん、あー、はいはい、チューバッカってでもこんな感じじゃないでしたっけ。あれどっか行っちゃった。あ、これいやいや、もう違います。そうなんじゃないです。もっと。え、でも中ばっかってこんなんでしたよね。そうなんじゃないです。え？もっとなんかなびく感じなんですよ、毛が。ああ、もっと長いんだ。長いです。
長毛種って感じ。長毛種あ、まあ確かにそうですね。中ばっかか。かけるかな。いや、山田は春とか言わない。春の滝を入れないで。ご迷惑をかかるっつうか。ご迷惑がかかるから。そう、つぶらな瞳なんですよね。きっと。あ、そうです、そうです。彫りが結構深いです。これなんかあの NHK のキャラクターで私見たことあるんですけど、大丈夫ですか？え？大丈夫かな？じゃあ、なんかもうなんか、それな、どこが手でどこが足で。これ毛。あ、全部ですか？違う違う、これ手。あ、やっぱりそうですよね。あ、どうも。そうですよね。そう、そう思いました、私。でも、中ばっか手長いですもんね。今日一の反応いただいたじゃないですか。中ばっか。中ばっか、うん。ちょっとあれですね、あの、プレデターに引っ張られてる感ありますね。あー、そう、ドレッドが頭から抜けないんですよね。そうなんですよ、ばっか。ああ、そうですね。確かにそのウェイ感ありますよね。そう、ウェイ感ですね。ウェイ感ですね。こういう長毛種ですよ。あ、そうやって毛をかけばいいんですか？そうです、そうです。いや、もう遅いです。じゃあもうなんかそれだ。それダメだと思います、もう。もう遅いです。すごいすごい。あ、でもほら、長毛種。いやー、前髪。それやつじゃないですか。チャーのやつじゃないですか。チャーのやつじゃないですか。かわいい。タムさんじゃないです。チャーです。焼肉の人ですよね。それでも、まあ、まあまあ、確かに中ばっかに関してはそのウェイ感は僕が負けたなって思います。そう、こういう感じですよ、中ばっか。これ、うん、ゼロもう中ばっかです。うん、確かにそのウェイ感ありましたわ。いや、ウェイ感じゃないですよ。ウェイ感じゃないですよ。これはあれですよ。これウェイしてるんじゃなくて、これ戦ってる時ですから。これ、ほら、この顔。戦ってる顔ですよ、これは。牙生えて。なんかすげえウェイしてるようにしか僕には見えないですよ。さっきのイエティと並べてほしいぐらいです。ウェイしてたいです。ウェイじゃないですよ。これは戦ってるんですよ、二人とも。店長にはスターウォーズ見てほしい。店長、スターウォーズ見たことはあるんですけどね。あるはずなんですけどね。あ、ほら、めっちゃイエーイ。わ、めっちゃ楽しそう。あ、めっちゃ楽しそう。山田さんがパーティーに巻き込まれてる。でも私、陰キャですから、そういうパーティーはちょっと。乗れてない感が。真面目でない山田さん。そのパーティーちょっと乗れないな。そしたら俺、そっちのイエティの方がいいな。イエティになりたい。このイエティめっちゃ可愛いです。あ、めっちゃ可愛い。あ、なんかすごい楽しそう。迷いのって言われてる。迷いの。ちょっとね、あの、場違いな。あ、ちゃんと店長が好きやから牙も生やしました、山田。あ、やった。かっこいい。あ、いいね。その牙やっぱかっこいいですね。なんだろう、竹中さんの牙マジかっこいい。いや、そう。あの、店長も、じゃあこれ、中ばっかに。牙をぜひ。あ、ぜひ、僕もつけとこう。いや、だから、おかしい。え、何が、え、口裂けてる。外向いてるじゃないですか。え、いや、だって竹中さん、外に、え、やばい。え、この上の方から追加すればよかったんですよ。こうですよ。こうの方がいいんじゃないですか。それだって、口裂け女みたいになってますよ。ごめん、まだ理解できてない。え、どういうこと？山田さん、助けて。こっち。こっち。なんで上に生やす？え、なんで下に生やせばよかったんですか？あ、下に生やすの？はいはい。こういうこと？ちょ、わかんないよ。なんかもう、なんかほら、もうプレデターみたいになっちゃったじゃん。こっちがいろんな方向に避けてる。違う。え、どういうこと？いや、普通に。あの、だって口の中に、はいはい、中にこういう感じで生やしてあげれば牙っぽくなるじゃないですか。でももう
その口だけで別の生き物みたいになってますね。そうですね。もうこれ気持ち悪くなっちゃったんですよ。僕の中ばっか返してほしい。僕の中ばっか大変申し訳ございませんでした。すいませんでした。ほら牙つけるから。向きか。いやほら竹中さんのね、さっきの犬が口の下から生えてたもんで、はい、そう口開いてなかったですから、ね、口閉じてるから。そうそう、ほら口開いてるやつはここの中に生えてるじゃないですか。あ、そういうことか。それ牙だったのか。これ牙です。あ、中ばっかの僕それ牙気づけてなかったっす。牙ありますよ、戦ってるシーンですから。これ、あー、ウェイしてるわけじゃないんだ。ウェイしてるわけじゃないですよ、牙入ってた。そっか。ダメだ、難しいね、やって。そうそう、ああ、いらっしゃった。ダンスフロアでウェイしてる。めっちゃウェイしてたのにな。はい、というわけでですね、はい、もう気づいたら、お時間が迫ってるんですよ。ああ。はい、なので、ちょっと、ね、今回書いたものを復習を少しして、はい。はい。ね、次枠の。ところへ皆さん移動してもらうような形かなと思います。はい、はい、まずはまず一番最初グレイですね。あ、関西の人ね。あ、関西、あ、います、います。あと何の人ね。こういう友達いますもん。本当だよ。それ反応に困るな。え、でも何の人はいるんですか。何の人はいないです。何の人はだってこの人はグレイですもん。これはグレーですもんね。でもそっちの方がいそうだけどな。いや、これはナン美味しいよって教えてくれ。めっちゃ優しいグレー、本当に。さて、次が、はい、何言ったっけか、次。チュパカブラ。あ、チュパカブラ。ヨーダか。ヨーダ先に行きましたっけ。ヨーダ、ヨーダ。ヨーダ。ヨーダは僕の勝ちでしたもんね。そうですね、ヨーダは店長の勝ちですね。うん、圧勝ですね。圧勝ですね。うん。変遷がちょっと、まあ、健康診断感が強いですけど、レントゲンかなって感じはしますけど、でも、まあ、譲りますよ。うん。まあ、だって餃子ですもんね。いや、餃子じゃないんですよ。いるんですよ。鼻生え、でも、その、ほんと鼻生えたら象ですもん。鼻生えてないんで、象じゃないです。あ、耳の形がゾウっぽいんかな。そう、そこゾウっすよね。やっぱゾウ、うん。やっぱり6って書かなあかんかったんですね。そう、やっぱ6ですよ。6、あ、インシエの耳の形。使ってもいいですよ。インシエの耳。はい、で、次がチュパカブラか。うん、これ。おぉ、めっちゃイケメン、ほんとに。え、めっちゃかっこよくない？このチュパカブラ。これすごいですね。うん、これめっちゃかわいいと思う。かっこいいと思う、ほんとに。牙なんてやばいもん。ここで店長は牙に目覚めましたね。おかげで全部牙生えたかなと。そう、牙生える場所。じゃあ、サクッと。サクッと、はい。ごめんなさい。時間があれなんで、エイリアンと、エイリアンとプレデター。と、プレデリアン。プレデリアン。はい。ですね、はい。で、次がイエティで、イエティで、ウェイウェイ。ウェイ、めっちゃ可愛い、そのイエティ。で、ネッシーで、で、で、あ、人面犬？山田。いや、私。山田。山田、山田け。山田さん、ウェイさせましたよ。混ざれるように。あ、ウェイしてる。山田、ウェイしてる。やった、あのパーティー乗れた、私も。はい、というような。あと、中ばっかか。中ばっか。はい。いやー、うん。いや俺もこれからウェイって書けるようになろう。そうです、ウェイしてるやつ書けるようになって。とりあえず、ハンズアップしたらウェイなんで大丈夫です。ハンズアップね。書いとこう。何？すごいスピードで書きますね。ほんと早い。それ、それなんですか？え、中ばっか。あー、来た。中ばっかだ。ほら、ウェイって。あ、それ確かに、ウェイします。あ、横の、あの、山田さんも嬉しそうです。犬バージョン。やばい。もう、山田も嬉しいワンって。
はい、ごめんなさい、ちょっと時間になってしまいましたので、1時間でしたが、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、次が、久保川岡さんでしたっけ、確か。ですね、うん、またここから皆さんの腹筋がすごく鍛えられる枠が続くかなと思うムキムキになっちゃう。ムキムキに、はい、目指せシックスパックということで。はい。はい、また、引き続き楽しんでいただければと思います。はい。はい。では、うん、本日配信させていただいたのは、四つ葉商会清水店 SNS 担当山田と、清水店の店長と、長澤ペンスタイル店の竹中でした。どうも、ありがとうございます。ありがとうございました。